ここじゃないか。そうね、この婦人が惑星婦術の婦人かしら。この婦人によると指定の位置に光と闇の触媒を設置しなければ婦人が完全には機能しないようですわね。ふむふむ、じゃあ設置していこうよ。いえ、おかしいですよ。しかも書き足された婦人はどうやら封印のようだ。さすがですね、かつての我が友よ。死神ディスト、生きていたのか。バラです、バラ。あ、まあ六人称での名前などもうどうでもいいですけどね。あの状況で生きてるって本当ゴキブリ並みの生命力。黙らっしゃい。私が探していた触媒をあなた方が揃えてくれるとはね。さあその婦人に触媒を並べなさい。何が起こるか分かりませんが構いませんか。やりましたよ。これでネビリム先生が復活する。ネビリム先生だと？ディスト、まさか。そうですとも。ここにはあなたが最初に生み出したレプリカがいます。我らが愛するゲルダ・ネビリム先生がね。ご苦労様、サフィール。ネビリム先生、先生にお話ししたいことがたくさん。まずい、伏せろ。先生、リスト、おかしいですの。なんか怖い魔物がいるですの。こいつ、あなたたちが持ってきてくれた触媒のおかげで私に足りなかったレムとシャドウのフォニムがほっ。どうしてお前がここに。お久しぶりね、ジェイド。昔はあんなに可愛らしかったのに。どうしてここにいるのか聞いている。まあ怖い。レムとシャドウのフォニムが欲しくて、こんなところに封印されてしまったの。じゃあ一個中隊を壊滅させたフォニムって。この触媒があれば私は完全な存在になれる。ねえジェイド、あなた私を捨てて殺そうとしたわね。私が不完全な失敗作だから。でももう完全な存在よ。それは黙れ。何が完全だ。ディストはお前のオリジナルの生徒だぞ。そのディストを殺して平気な顔をしてるお前が完全なわけない。そうだよ、ディストはバカでネクラで友達いなくてダサくて鼻垂れのかわいそうなやつだけど、徳永を作ってくれたり私を助けてくれた。敵は取るからね。いけませんね、私としたことが取り乱してしまった。この際あなたが完全かどうかはどうでもいい。フォニマー連続死傷事件の犯人としてあなたを捕らえます。ただ面白いわ。それなら試してみましょうよ。さあ、どんな風に楽しませてくれるのかしら。
戦いを楽しむ余裕なんて作らせないぜ。あんたもいつまで余裕でいられるかな。そう来なくちゃね。私は捕まえるんです。生け捕りにするとは言っていませんよ。こちらもご気を。なんこわ、雑魚が群れると自信過剰になるよね。雑魚に雑魚呼ばわりされる言われはありませんね。自信過剰なのはそっちかもしれないぜ。うるさい坊やたちね、さっさと倒れてうめき苦しむがいいわ。さよなら、消えてちょうだい。Let's go!
して降り注げ。せっかくに勝ったすぐな、せっかくに勝ったはっ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 。
力が弾む衝動。これはどう？昇波烈光線。大丈夫だよ。助かったぜ。行かせてあげるわ。またフォニムが乖離する。ジェイド、もしかして封印の下に書いてあった婦人ってのは。わ、試してみます。母なる大地よ、その力を我に与えたまえ。天の災い、地の嘆き、あらゆる咎を送らんがため滅せよ。すごい威力だわ。ええ、セフィロトを利用して星の力を解放する武術ですから。では習得したのですね。いえ、残念ながら婦人が書き足されていたので本来の力の半分も出せなかった。ディストなら正しい惑星婦人の資料を持っていたかもしれませんが。ディストはもう、痛いよ。蹴らないでよ、ジェイド。ところで大佐、ネビリムさんがレプリカって一体。さすがにもう隠しておけませんか。なあ、リストはほっといていいのか。どうせ後から追いかけてきますよ。We'll be right back.
そうか。ようやくネビリム先生の一件に決着がついたんだな。大佐、ネビリムさんのこと説明してくれる約束ですよね。始まりは私の好奇心です。素養のないものがセブンスフォニムを使ってみたらどうなるか。結果、私の巫術が大暴走してネビリム先生の家を燃やしてしまいました。ネビリム先生も瀕死でした。私はディストに手伝わせて先生を町外れに運びました。ジェイド、先生が死んじゃうよ。ああ、僕のせいだ。このままだと先生は助からない。そっか、先生のレプリカを作るんだね。だけどここにフォミクリーの機関は。僕の巫術でやる。ネフリーの人形で一度成功してるからできるはずだ。すごい、ジェイドはやっぱりすごいや。何の騒ぎだ。ネビリム先生のレプリカは、私は彼女を処分、いえ殺そうとしましたが。それで今回の一件につながるってわけか。だけどジェイドはすごく後悔してる。だから生物レプリカを禁忌にしたんだ。ジェイドを責めないでくれ。ルーク、バカ、そんなことするかよ。ジェイドが生物レプリカの復活を許そうとしなかったのは。そうですわ、大佐。いえ、責められて当然の過去ですから、逆に心苦しいですよ。大佐、一つ気になることがあります。レプリカは元素の結合を第一から第六のフォニムに頼らず。ええ、だからセブンスフォニムが乖離するとレプリカは消滅しますね。ふーん、でもネビリムは第一と第六のフォニムを補充するって。ネビリム先生は生物レプリカの第1号だ。ええ、基礎を巫術の理論で構築していましたし、この方法で生物レプリカを作ると一部のフォニムが欠落してしまうんです。結果、精神の均衡が保てなくなって破壊衝動に襲われたり、ある種の能力だけが異常発達する。ネビリムのレプリカもそうだったんだな。ええ、そこでディストと共に改良を加えてセブンスフォニムだけで全てを賄うようにしたんですよ。しかしサフィールが生きてるとは。あいつは昔から頑丈だったからな。あいつは一応犯罪者ですよ。捕まえなくていいんですか。もちろん手配はしておく。お前らも見かけたら引っ捕まえて連行してくれ。そうだ、その件はもうしばらく貸しといてやる。追っかけてきたよ。私をロニール切断に置き去りにするなんてひどい。ディスト、あなたはモースからネビリム先生のレプリカ情報をもらうはずではなかったんですか。なんですか急に。そのつもりでしたけどね。私がレムの塔から吹き飛ばされて意識を失っている間にモースは死ぬし、バン総長は復活するし、総長は裏切り者に冷たいですから、もう戻るに戻れませんよ。そうか。それと惑星巫術の資料はどうしました。大したことは載ってませんでした。なるほど。それではマルクト軍国家情報法第1条第3項違反で。何をするんですか。私はあなたの親友ですよ。誰が誰の。
このディスト様が、いえサフィール様がジェイドの、どこの物好きなジェイドでしょうね。さ、連行しますよ。ご苦労様です。あとはこちらで尋問を行います。よろしくお願いします。裏切り者、一生恨みますから。そうですか、残念ですが、その方がいいのかもしれませんね。エシュトリトハイム、ケイオスハートですが。いや、その杖も持っていればお前たちの役に立つこともある。今しばらく預けておく。マジですか？ありがとうございます。Thank you.